イギリスでのクリスマス休暇は初めてだったんですけれど、結構なんだろう、アクティビティとかをホストファミリーの方がアクティビティを用意していてくれて、私は教会に行ってキャロルサービスに参加したり、また近くのガーデニングに行っていろいろ見て回ったり、それは日本ではなかなかないのですごく新鮮でした。で、他にもクリスマスディナーが3回4回あの彼らの家族とあと友人あと近所の方とそれぞれ3、4回ぐらいしてたので、すごく楽しくていいクリスマスを過ごしました。Thank you so much.